天王寺区上本町六丁目にあった劇場。近畿日本鉄道が所有し、子会社の近鉄工業が運営していた。2010年8月26日に、大阪新歌舞伎座の新しい劇場を設置した、複合ビル、上本町ユーフラに生まれ変わった。1938年3月、大阪電気起動上本町駅南側に設立された、 映画館、大気象劇場が前進。当時は洋画のみならず、ニュース映画と短編映画も上映していた。その後近畿日本鉄道への改装機に、上六小劇場と改めたが、1954年12月、上六近鉄会館として、改築、再開業した。設計は、村の森建築事務所、思考は大林組が担当。地上階に、 主に洋画を上映する、上六映画劇場、地下に、主に邦画を上映する、上六地下劇場が設置された。近鉄会館開業までの天皇塾の映画館は、玉造り東方映画劇場、山都館、三考館、三和劇場の4館のみだった。1985年、上本町駅ターミナル整備の一環として、全面的な改装を実施、上六映画劇場は、 近鉄劇場に、誓いの上6地下劇場は、近鉄小劇場として、同年10月3日にリニューアルオープンした。プロデュースは元、プレイガイドジャーナル誌の演劇担当の松原敏美が、担当した。近鉄劇場は954席を設け、劇団式や、大阪日本歌劇団、ABC ミュージカルなどのミュージカルや演劇、コンサートといった公演に使われた。一方、 近鉄小劇場は420席を設け、小劇団の公演などが数多く行われた。近鉄劇場、近鉄小劇場とも東京の劇団、上演団体の公演が数多く行われ、大阪に東京演劇の最新動向を伝える役割を果たした。また、隣接した旧近鉄本社ビルも改装されて、近鉄劇場別館ビルとなり、 近鉄資料室が地下に設置されたほか、朝日放送の運営により、新進アーティストの作品を展示する ABC ギャラリーを設置した。また、上本町駅ビルとの間の空間は、シアタースクエアと名付けられた広場となった。2000年代に入ると、近鉄グループの再建作の中で、 レジャー部門の抜本的な見直しが行われることになり、近鉄はやめ池遊園地など遊園地も閉鎖された。また大阪日本歌劇団の解散が行われ、当劇場も開業以来赤字が続き、施設の老朽化に加え観客の減少も、相まって、2004年2月4日に閉鎖となり、大気象劇場時代から通算して66年の歴史にピリオドを打った。なお、同年には、 大阪近鉄バッファローズも創設から55年の歴史に幕を下ろした。近鉄劇場閉鎖から10ヶ月後、同年12月には、大木町ミュージアムスクエアも閉鎖されたことから、大阪における演劇文化の衰退を危惧する声も聞かれた。閉鎖後は飲食店が一部残った状態で、建物の解体や再開発計画は進まなかったが、難波にあった大阪新歌舞伎座が、 老朽化のため2009年6月30日をもって閉館し、近鉄劇場跡に移転することが2007年4月に決定した。2008年より旧劇場の解体と新ビルの建設が進められ、2010年1月15日、近鉄は再開発ビルの名称を上本町ユフラに正式決定。 近鉄創業100周年となる同年8月26日に、新歌舞伎座と共にグランドをオープンした。ユフラの名称は、大阪市内在住の女性によるもので、ゆらりふらりと気軽に立ち寄れる場所をイメージして、名付けられた。ありがとうございます。